冬月。冬月は、日本海軍が太平洋戦争後半で運用した駆逐艦。秋月型駆逐艦の8番艦である。秋月型は、この冬月以降で、船体各部形状の簡略化、環境の大型化などの変更が加えられたため、冬月型として区分する分類法もある。艦名は、片切大事の研究によれば、冬の月。艦名は、 海上自衛隊の護衛艦、冬月に継承された。一等駆逐艦冬月は、日本海軍が舞鶴海軍交渉で建造した秋月型駆逐艦。1943年昭和18年5月8日、寄港。1944年昭和19年5月25日に竣工して、訓練部隊の第11水雷戦隊に所属した。 6月末から7月初旬にかけて、第5艦隊各艦と共に、小笠原諸島及び伊大島方面への緊急輸送作戦に従事した。7月中旬には、軽巡洋艦長領や、練習巡洋艦鹿島等と共に、沖縄方面輸送作戦に従事した。7月15日、日本海軍は、秋月型駆逐艦2隻、冬月、下月で第41駆逐隊を編成する。 8月10日、第41駆逐隊は、空母運流、軽巡洋艦イスズと共に、東京湾方面の警戒任務に従事した。10月中旬、第41駆逐隊は、軽巡大淀の横須賀内海西部海港を護衛するが、10月12日に、アメリカ潜水艦トレパンに襲撃され、ひこみなりした冬月は艦首に損傷を受けた。10月17日には、 姉妹艦の両月もアメリカ潜水艦の来撃で艦首を損傷し、2隻とも冷凍機海戦に参加できなくなった。また、冷ー島増援作戦、多合作戦支援のため、第二遊撃部隊に編入されていた、戦闘には参加していない。11月15日、第61駆逐隊の解体により、姉妹艦両月が第41駆逐隊に編入される。また、 空母機動部隊と第10戦隊の解体により、第41駆逐隊も第2艦隊機関の第2水雷戦隊に所属した。本艦の修理は11月18日に完成した。修理後、冬月と両月は空母巡洋のフィリピン輸送作戦を護衛する。戦艦春な特築艦マキを加えた内地への帰路では、アメリカ潜水艦の集団に襲われ、巡洋とマキが、 ひかみなりして損傷した。1945年、昭和20年4月上旬、第41駆逐隊は、第2艦隊、司令長官、伊藤誠一中将、第1航空戦隊、戦艦山と第2水雷戦隊の沖縄水上特攻作戦に参加する。4月7日の戦闘で冬月の損傷は警備だったが、両月は大破する、某の岬沖海戦。4月20日、 第2水雷戦隊の解体に伴い、第41駆逐隊は、第31戦隊に編入される。また、第2艦隊の解体により、第31戦隊も、連合艦隊付属になった。5月20日、第31戦隊は、新編の海上挺進部隊に編入された。冬月は小規模な対空戦闘に参加した後、終戦の日を迎える。8月20日、 文字工で嫌いにより、損傷、看病を切断する。特別輸送艦に指定されたが、福音公開には従事せず、工作艦として、総海作戦を支援した。任務終了後、佐世保に開港され、上部構造物を撤去する。1948年、昭和23年5月より、秋月型の冬月と両月、桃型の柳は、 北九州市若松区若松港の防波堤として利用された軍艦防波堤。1941年昭和16年度計画、丸級計画によるお津型一等駆逐艦の第361号艦。前鶴海軍交渉で1943年昭和18年5月8日に寄港した。当初は三菱長崎造船所で建造される予定であったが、 艦型変更と、戦評改定により、舞鶴での建造に変更された。舞鶴海軍交渉が建造した、秋月型駆逐艦は4隻、秋月、初月、冬月、花月である。また当時の舞鶴海軍交渉は、遊具型駆逐艦の複数隻の建造、第345号艦は、早島や、孫昌艦船、船霞、白縫、初春、巻並、名取、 基礎等の修理を抱えていた10月1日、第361号艦は、正式に、冬月と命名された。同日府で、秋月が宅地区間に類別された。1944年、昭和19年1月20日、浸水する。同日府で、横須賀鎮守府に入籍。4月21日府で、横、多保明少佐。 駆逐艦立ち風沈没時の駆逐艦長が冬月臨時偽装委員長に任命される。4月28日、舞鶴海軍交渉では、冬月に先駆けて松型駆逐艦、松が浸行していた。松は昭和18年8月8日、寄港、昭和19年2月3日浸水。5月5日、横田少佐は冬月偽装委員長の職務を解かれた。 5月15日府で、影楼型駆逐艦裏風駆逐艦,艦長へ転出、裏風の沈没時に戦死。公認の冬月偽総委員長として佐久間栄治中佐、海兵50機が着任した。様は吹雪型駆逐艦綾波が、第三次ソロモン海戦で沈没した時の、同海駆逐艦長で、その後は夕雲型駆逐艦玉派艦長等を、歴任していい。冬月は、 同年5月25日に竣工した。同日府で、佐久間中佐は、正式に冬月初代駆逐艦長となる。収益後、冬月は、訓練部隊の第11水雷戦隊、司令官、高間艦海軍少将、海軍兵学校41期、前年4月1日新編に編入された。当時の機関は、長良型軽巡洋艦長領あった。冬月は、 瀬戸内海に開港され訓練に従事する。6月11日以降、米軍の機動部隊はマリアナ諸島に大空襲を敢行13日以降は大艦隊がサイパン島とテニアン島を包囲した。15日、米軍はサイパン島に上陸を開始したサイパン島地上戦。6月17日夜、大本営陸軍部参謀総長登場駅陸軍大将は、 サイパン島の地上兵力を支援するため、第5艦隊という送艦によるサイパン島、強行輸送作戦を決定。これを、移合作戦と呼称した。18日、登場参謀総長の指導下で改めて、サイパン島奪還作戦が立案され、確保任務を、移合作戦、第5艦隊担当、7月上旬予定のサイパン島、地上総攻撃を、和合作戦、前作戦を、 ワ号作戦と呼称することになった、派遣陸軍兵団長要員として、潮遊陸軍少将を内定。その骨子は、不走型戦艦山城と、第五艦隊、司令長官、島清秀中将を機関とする、艦艇軍で、サイパ島周辺の米艦隊を突破し、陸軍増援部隊を同等へ、強行輸送するというものだった。冬月は、 小発動艇2隻搭載可能と判定され、横須賀海軍交渉での改造工事を加齢される、横交渉の担当駆逐艦は、明けぼの、潮、白縫い、薄雲、霞、つき、初春、若葉、冬月、新荘、旗風、松。だが6月19日から20日のマリアナ沖海戦で、日本海軍は大敗する。大本営では、激論が起きたが、最終的に、 サイパン島奪還作戦は中止された。日本軍はサイパン島向けに準備されていた兵力を小笠原諸島、伊大島、南西諸島、台湾に転用することに決定した。まず、伊合作戦部隊として横浜に待機していた不評第145連隊、各種砲兵、戦車第26連隊等が小笠原兵団に編入された。 大陸命大戦38号。これら陸軍兵力を第11水雷戦隊と第5艦隊、玉、基礎などが伊央島方面に輸送する。伊央島方面作戦を伊王作戦輸送、伊王輸送作戦と称し、6月25日命名、高間少将第11水雷戦隊司令官が指揮官となった。作戦実施前の6月22日。 冬月は第4号輸送艦と第104号輸送艦と共に、クレを出撃して、横須賀に向かう。同地で、機銃増備工事を受けた。第11水雷戦隊機関の軽順ながら、駆逐艦2隻、冬月、松、第4号輸送艦で、第1位総体を編成し、6月29日に横須賀を出撃した。七島で、輸送物件や部隊を揚陸後、 7月1日に、駆逐艦機吉思など共に輸送艦を護衛して、父島を出港し、7月3日に横須賀へ帰投した。同日付で、豊田添江無連合艦隊司令長官は、移号輸送部隊の編成を解いた。本作戦で、陸軍部隊の大部分は父島に、一部は直接洋島に進出した。父島に上陸した部隊は、規範戦で洋島に移動した。 冬月は、ながらや新僧と共に、東京湾で短期間訓練を行った後、7月9日に、横須賀を出港して7月11日に、呉に到着した。1944年、昭和19年7月15日府で、秋月型駆逐艦2隻、下月、冬月により、第41駆逐隊が、松型駆逐艦4隻、梅、竹、松、梅により、 第43駆逐隊がそれぞれ編成される。第41駆逐隊司令には駆逐艦摂風駆逐艦長や第21駆逐隊司令等を務めた脇田木一郎大佐。第43駆逐隊司令には菅間良吉大佐が任命された。脇田は第41駆逐隊司令駆逐艦を冬月に指定した。同時期、日本海軍は 南西諸島やフィリピン方面に増援輸送作戦を実施していた。7月中旬、第11水雷戦隊、司令官、高間艦賞賞は、軽巡ながら、従順間や、練習巡洋艦鹿島、駆逐艦古積、裏風型駆逐艦、裏風、深層、朝雲、松型、竹、秋月型、冬月という艦艇で、陸軍諸部隊、 第二十八師団の不評三個大隊、砲兵一個大隊、速射砲一個大隊、高射砲一個大隊、砲兵、その他の沖縄方面輸送作戦、ロゴ作戦を実施する大会指第四十一号。出撃時の輸送部隊は、高間少将、十一水戦司令官直帰卒の主隊、ながら、マヤ、鹿島と冬月艦長式の警戒隊、冬月、深総、竹、朝雲、 裏風という編成である。小発動艇2隻を積んでいた冬月には、兵員、約250の搭載が見込まれた。北九州文字に集結したロゴを輸送部隊、ながら、マヤ、鹿島、冬月、新層、朝雲、裏風、竹は、7月15日に中津湾を出港する。17日に沖縄島南東部中城湾へ到着した。ここで、 先行した第二輸送隊、マヤ、アサグモ、ウラカゼと第三輸送隊、冬月、新層、竹に分離する。第三輸送隊は、南大東島への緊急輸送を行った。宮古島に向かった第二輸送隊は内地に帰島せず、そのまま林河白地へ向かった。第三輸送部隊は、輸送任務を終えて18日夜に中条湾へ帰島した。19日、 残りの輸送部隊は沖縄を出発する。キロ、冬月の機関故障があったが、翌日の内地機等をもってロゴ輸送部隊は解散した。帰還後、冬月ではディーゼル発電機のクランクシャフト接損が判明する。しかし、翌23日には出動訓練に加わった。同時期、アメリカ軍機動部隊が伊シ島や小笠原諸島に空襲を観光していた。 これに対処するため、連合艦隊は、空母、運流を機関とする九州部隊、指揮官、小西金目運流艦長を編成した。空母運流、長良型系順位鈴、第41駆逐隊、下月、冬月という戦力である。九州部隊は、第3航空艦隊、長官、吉良俊一中将の指揮下に入り、運流は、東京湾に進出した。 冬月も8月11日に、クレを出港し、8月13日に、横須賀に到着した。当時シンガポール方面にいた下月も内地に戻り、合流、それぞれ訓練に従事した。連合艦隊機関の軽巡大淀も東京湾におり、大淀の水上偵察機は、九州部隊の対空射撃訓練に協力した。運流が出動する事態は正規せず、9月下旬には、 機動部隊に復帰命令が出される。冬月は9月21日から25日の間に、横須賀海軍交渉に入居した。9月26日横須賀を出発、瀬戸内海に開港される。翌日、三隻、雲流、下月、冬月は、呉に到着した。10月6日、第41駆逐隊、冬月、下月は、横須賀に向かう。 横須賀海軍交渉では、大淀の修理と整備が終わり、同艦は、第三艦隊、小沢機動部隊に編入されていた。10月12日、第41駆逐隊は、軽準大淀を護衛して、横須賀を出港し、大部に向かう。同日夕刻、尾前崎の173度80海里の演習灘に、差し掛かったところで、アメリカの潜水艦トレパンの魚雷攻撃を受けた。 トレパンは相手を2隻の不層型戦艦と2隻の秋月型駆逐艦と判断し、魚雷を6本発射して、戦艦と駆逐艦に1本ずつ命中させたと判定した。続いて、艦尾発射艦から軽巡を拝揚に対して、魚雷4本を発射したが、この攻撃は失敗した。魚雷は冬月の艦首に命中し、18番フレームより先が切損して追加した。 戦死者一名。沈没には至らなかったが、発揮可能速力14ノットに低下する。自力航行で内海西部へ移動、大淀と分かれる。冬月は、呉に入港し、呉海軍交渉にて修理が行われた。脇田木一郎大佐、41× 司令は、司令駆逐艦を冬月から下月に変更した。冬月は、冷手沖海戦には参加できなかった。 また修理の際、艦首形状は直線型に改められた。冬月、日雷から5日後の10月18日、霊帝方面輸送作戦に関連して、九州沿岸を南下中の姉妹艦両月も、アメリカ潜水艦の来撃で艦首を喪失した。冬月と両月は、呉軍港に並んで艦首を修理することになった。修理中に第41駆逐隊と第61駆逐隊は、 第2遊撃部隊、指揮官、島清秀第5艦隊司令長官に編入され、冷手島増援輸送作戦、多合作戦加わることになったが、修理中の2隻は参加できなかった。冬月修理中の11月15日、日本海軍は第1機動艦隊及び第3艦隊を解体する。第1海上護衛隊の空母海高と、上高以外の航空母艦は、 1> 第1航空戦隊、連合艦隊付属にまとめられた。機動部隊の護衛を担っていた第10戦隊も解体、された、10戦隊司令官、木村進少将免職。この措置により、第41駆逐隊は、第2艦隊機下の第2水雷戦隊、司令官、早川三夫少将、海兵44機は11月11の島風、沈没時に、戦死。 11月15日時点では司令官不在。後任の木村正富少将、海兵41機は11月20日任命に編入された。同日府で第61駆逐隊が解体され、第41駆逐隊に秋月方2隻、両月、若月が編入される。ただし、若月は11月11日に、霊帝島、オルモック湾で島風などと共に沈没しており、 第三次多合作戦、第四十一駆逐隊への編入は、書類上のことである。第二水雷戦隊は、軽巡洋艦ハギ内地大気第二駆逐隊、第十七駆逐隊、第四十一駆逐隊となった。冬月の修理は十一月十八日頃に終わった。十一月二十日、第一水雷戦隊の解体と二水戦統合に、伴い、第一水雷戦隊司令官、 木村正富少将は第二水雷戦隊司令官に任命される。11月23日、第41駆逐隊、冬月、両月はマニラ方面への緊急輸送作戦に従事する空母巡洋第1航空戦隊を護衛して、クレを出撃した。冬月航海中の11月25日、姉妹艦の下月第31戦隊機関が、 アメリカの潜水艦カバラの雷撃で撃沈された。脇田大佐4 1る司令も、戦士第31戦隊司令官の江戸平太郎少将、含め第31戦隊司令部も全滅した。下月の助籍に伴い、第41駆逐隊は秋月型2隻、冬月、両月となる。巡洋隊は11月30日にマニラに到着して、 軍事費を陸上げした後、12月3日に、マコーに到着した。ここで、日本に戻る、途中の混合型戦艦春ナや松型駆逐艦巻と合流する。12月6日、春ナ艦長銃衛手警大佐の指揮下で、マコーを出航する。佐世保入港直前の12月9日、未明、部隊は、野茂崎沖で、アメリカ潜水艦のウルフバックに発見された。 レッドフィッシュの魚雷が命中した順洋は、中波下が佐世保に起討できた。続いてマキがシーデビルップライスの雷撃で損傷した。この輸送作戦の際、両月ともども交点に見舞われた際に船体にシワが発生した。当時、連合艦隊と第一航空船体は、航空母艦から発進する特別攻撃隊について準備を進めていた12月初旬時点。 最初の構想時点では流方を母艦に想定していたが、運流型航空母艦に変更される。第一航空戦隊では、人務特別攻撃隊と呼称しており、一航戦司令官、小村慶三少将は運流型二隻、天城、運流と、秋月型駆逐艦四隻、当時、収益艦、冬月、両月。他は、未収益による、機動部隊の出撃を、 連合艦隊に県具審した12月8日申請翌年1月中旬以降作戦可能の見込み。しかし一航戦の移転具審の段階で連合艦隊はすでに人務特別攻撃隊の母艦運用を断念していたとみられる。12月10日第一航空戦隊司令官は小村慶三少将から大林松尾少将に交代した豊田連合艦隊司令長官は 人務特別攻撃隊を基地航空隊としてフィリピン戦線に投入する12日 GF 伝令作第493号。運竜にも特攻兵器王カ30機をマニラに輸送する任務が与えられた。だが、運竜はフィリピンへ向け移動中の12月19日、アメリカの潜水艦レッドフィッシュから来撃され、王カや便乗中の陸軍空挺部隊もろとも東。 シナ海で沈没した。冬月の修理は、呉海軍交渉で行われ12月27日までに終了。その後は、瀬戸内海で訓練を行った。艦長が酔ったまま相艦し、座礁する一幕もあったという。この頃、環境左右に機銃台を設置し、25立方ミリメートル連装機銃2機を増設、全体で7機となった。 電端も22号電端が1機、13号電端が2機となった。1945年、昭和20年1月3日、第二水雷戦隊司令官は、木村少将から小村慶三少将へ交代した。1月10日、第41駆逐隊から2隻、下月、若月が除籍され、同隊は、秋月型2隻、冬月、両月となった。日本海軍は、 空母機動部隊の再建を断念し、山戸型戦艦一番艦山戸を第一、航空戦隊に編入する一高戦司令部を廃止し、第二艦隊司令長艦実機卒。また、山戸を含め、第二艦隊の特攻的運用についても検討が行われた。3月1日府で、佐久間大佐、冬月駆逐艦長は、第43駆逐隊司令へ転出、山名広雄中佐。 海兵55機。当時、満潮型駆逐艦霞駆逐艦長が、冬月二代目駆逐艦長に任命された。また第41駆逐隊司令として、遊雲型駆逐艦風雲初代艦長等を歴任した吉田正義大佐、海兵50機が着任する。吉田司令は、冬月に正気を掲げた。3月19日。 クレ軍航空襲で対空戦闘を行った。3月23日から27日までクレ海軍交渉第4選挙に入居する。出居後は第一航空戦隊を中心とする海上特攻隊、指揮官伊藤誠一中将、海兵39機と友三田事業機に移動した。事前の研究会でヤマトを守る能力を持つ艦は、 超10センチメートル高車砲を装備する秋月型2隻、冬月、両月しかなく、臨境人の防空に大きな期待をかけることはできないことが確認したが、臨境人の半径を1.5から2キロメートルとする以上の妙案は出なかった。対空戦闘に備え砲塔の外周をロープで囲むなどの準備を行う。29日、ヤマトと冬月は、自然改め、 第343海軍航空隊所属を敵機と間違えて誤射した。1945年、昭和20年4月上旬、第2水雷戦隊、司令官、小村慶三少将、慶順、矢萩、第17駆逐隊、磯風、摂風、浜風、第21駆逐隊、朝霜、初霜、霞、第41駆逐隊、冬月、両月は、 菊水作戦に伴う、第二艦隊、司令長官、伊藤誠一中将、機関山との海上特攻作戦、棒の岬沖海,海戦に参加する。出撃前の燃料、弾薬補給で、冬月と両月は、か月より、各艦魚雷2本を受け取った。4月6日、水上特攻部隊は、徳山沖を出撃した。翌4月7日、 海上特攻隊はアメリカ第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将の艦載機による空襲を受けた。本格的な戦闘になる前、機関故障により落語していた浅島、アサシ第21駆逐隊司令駆逐艦が中攻撃を受けて撃沈されていた。第2水雷戦隊の戦闘情報には、冬月30度方向にアサシモ公中、らしき方援を任務と記録されている。 発石となった第二水雷戦隊は、軽巡、機関矢作が、臨慶人の戦闘に立ち、山との右玄後方、左玄後方に冬月、両月が、占いくらいした。だが、回避行動を優先するため、臨慶人はすぐに崩れ、古間での対処を余儀なくされる。護衛艦は次々に被弾し、矢作と霞が、高校不能、浜風は豪鎮、磯風は、矢作救援中に、 資金弾で、機関室浸水、両月も被弾により、大火災となった。一方、冬月は戦闘開始から間もなく戦闘機械4、ユーコルセアが発射したロケット弾2発を受けたが、いずれも、不発で済み、手法発令書、戦士1名と、大人間室、戦勝者なしに被害が出た。ジャイロコンパスも破損している。被弾以降、冬月では、 超10センチメートル広角砲の統一射撃ができなくなり、各砲塔の独自照準となった。戦闘商法では、冬月の戦死者12名、負傷者12名と記録されているが、佐世保機等後に20名が死亡したとされる。また、魚雷1本、5本ともが艦艇を通過しており、冬月を従順洋艦と間違えて、魚雷深度を5から6メートル、 冬月の喫水は4メートルに調整したためとみられる。米軍機動部隊艦載機第2杯攻撃隊によれば、午後1時30分時の水上特攻部隊は、大和と直江屋4隻、冬月、初霜、雪風、霞、孤立した、軽巡洋艦、両月と駆逐艦、官名負傷、浜風はすでに沈没、損傷した軽巡、矢作と随伴駆逐艦、 磯風の三軍に分かれていた。冬月は、ヤマトの左限に位置して、アメリカ軍機と交戦したが、午後2時過ぎになると、ヤマトの沈没は実感の問題となった。吉田司令によれば、ヤマトが戦闘不能の場合、冬月が横付けして、乗組員を救助する取り決めだったが、ヤマト天服が近いと見た吉田は様子を見ることにしたと、回想している。冬月は、 惰性で進むヤマトの後方を航行し、ヤマトの転覆と爆沈を見届けた。14時23分に、ヤマトが沈没すると、吉田司令、冬月座城は、1141より数字に、渡るる敵艦上機体変態の攻撃を受けけ、ヤマト、矢イ磯風沈没浜風、両月、霞高校不能を、それの他各艦、多少の損害あり冬月、初島、 雪風をもって生存者を救助の後再起を、K ラントス1445と発信した。小村に推薦司令官はこの時点で漂流中のため、吉田大佐第41駆逐隊司令が、冬月より遊撃部隊の指揮を取った。この時、雪風寺内艦長より残存艦のみで沖縄突入を促す、用意研心は、吉田司令冬月は、 生存者を救助せよと返信し、突入を諦めさせている。撤風と冬月間のやり取りについて、吉田司令は、戦後の著書で、撤風の艦長の寺内正道中佐が、人員はこのままにして、沖縄に入りすべしと意見具心してきたので、人員を救えと、信号で叱りつけたと語っている。一方、撤封の先人士官だった、斎藤水来長の証言によれば、この時点で、 特攻作戦の中止は命令されておら、約3時間後の17時50分に、連合艦隊司令部から、作戦中止命令が届く。寺内艦長は、自民の救助を始めようとした、専人士官に、負傷兵を乗せたまま沖縄には行けぬ。彼らはここにいれば、まだ救助される機会がある。まず本艦が遺憾なく全力発揮できる体制を、整えよと命令したとあり。 人命軽視の考えではなかったと回想している。田口大衣、摂布法術長は、特攻作戦で死を覚悟してきているのだから当然、という面持ちであったと証言している。またプビー、カタリナ飛行艇2機が着水して、アメリカ軍墜落機の救助をはじめ、これに対し冬月が発砲する一幕もあった。飛行艇に対して発砲したのは、初霜だったという証言もある。 冬月は、総裁定を下ろして、森下新栄第二艦隊参謀長や吉田、三鶴昌イ家、大山生存者、約100名を救助した。続いて、高校不能の霞の救援に向かい、冬月は霞に雪原して、乗員を救助後、同艦を来撃で処分した。山名、冬月艦長は3ヶ月前まで、霞区逐艦長だった。さらに三席、冬月、初も、 石風は、矢萩の沈没地点へ向かい、乗組員を救助した。17時20分、に推薦司令官、小村慶三少将は初島に救助され、遊撃部隊の機関は、当月、吉田4 1る司令から、初島、小二推薦司令官に移った。小村少将は、初島より冬月に、両月を護衛士支給させぼに開港せよと命ずるが、 同時に状況に入り手は両月を処分して差し支えなしとも通達している。冬月は両月を発見できぬまま佐世保へ向かった。また、雪風は磯風の栄光準備を進めていたが、小村司令官、初下からの命令により磯風を自沈処分にした。記録によれば、冬月は山と矢萩、霞の乗組員合計約600名以上を救助した。 4月8日朝、冬月は各隊に単独帰還中の両月の援護を要請した。三席、初下、摂風、冬月は同日午前中に佐世保に帰還した。午後、両月は単艦で佐世保に帰還した。冬月の修理は4月10日から16日まで佐世保海軍交渉で行われた。第二水雷戦隊の戦闘商法において冬月は、応募は、 問題なく使用できたと報告している。また各艦含めて先訓がまとめられたが、水中爆傷を防ぐため腹巻きの有効性も確認された。1945年、昭和20年4月20日、大本営は、第二水雷戦隊解体を解体し、残存部隊、第七駆逐隊、塩、響き、第十七駆逐隊、雪風、初霜、第四十一駆逐隊、冬月、 両月を第31戦隊司令官鶴岡信道少将海兵43機、期間過月に編入した。また第2艦隊の解体により第31戦隊と第11水雷戦隊は連合艦隊付属となる。連合艦隊は第31戦隊もしくは11水戦による突入作戦を計画中であったという。5月20日 小沢寺三郎中将、海軍総司令長官、連合艦隊司令長官兼務は、第31戦隊、秋月型駆逐艦、かずき、慶順北上、駆逐艦並風で、海上挺進部隊、略号、KTB を編成した。海上挺進部隊司令官は、鶴岡信道少将、第31戦隊司令官。 内海西部に配置された海上挺進部隊の任務は、溶撃機襲作戦と、作戦輸送であった、ギガバイト伝令作、第41号。ただし、第17駆逐隊、第31戦隊所属は、海軍法術学校の練習下任務のため、舞鶴鎮守府部隊に編入されており、海上挺進部隊とは別行動である。同日府で第41駆逐隊に、 秋月型の十番艦宵月が編入された。5月25日には、秋月型の十一番艦和月が第41駆逐隊に編入された。同日府で第41駆逐隊は、第7艦隊、司令長官、岸福寺中将、海兵四十機の指揮下に入り、関門海峡と津島海峡方面の紹介に任じた。6月1日に、文字港に開港され、係留される。 B-29 の機雷封鎖戦術、飢餓作戦により冬月の行動も制限され、冬月が航行した後に爆発した機雷もあったという。7月5日、両月は第41駆逐隊から除籍され、予備艦となった。7月23日夜、冬月は関門海峡への機雷投下作戦で飛来した B-29 の編隊に対して、対空射撃を行い、 そのうちの一機を撃墜した。夜間対空戦闘で一機を撃墜、一名を捕虜にしたとされる。8月15日、終戦の日に第17駆逐隊は解体され、胴体所属だった影ウ型駆逐艦接風が第41駆逐隊に編入された。冬月は玉音放送を文字孔で迎えた。8月20日、クレー移動を命じられ、文字を出航する。 引き船で不当から離れた,たところ、直後に植来して5名が戦死、負傷者多数。後部兵員室より後方を防出し、航行不能となった。9月20日付で第4予備館となり、11月20日に除石。1946年、昭和21年2月25日、冬月は特別輸送艦に指定されたが、福音輸送に従事せず工作設備を搭載して、 工作艦となり、総会部隊の支援任務に就いた。同校は、機雷総会艦の一大拠点だった。任務終了後の1947年、昭和22年秋頃、冬月は佐世保へ開港されて、その後は同地で両月と共に経流された。10月15日、防波堤陳設のため払い下げの通達が出される。1948年、 昭和23年3月1日から5月3日にかけて旧佐世保海軍工廠の佐世保船舶工業で一部を解体後、上部構造物を撤去。冬月の船体は、両月、龍、桃ヶ区地区間と共に、福岡県北九州市若松若松港の防波堤として利用された。現地では軍艦防波堤と呼ばれたが、その後埋められた。現在は、 響きなが臨海工業団地内の若松、運河出口付近に柳の船体の一部と案内板を見ることができる。一方で、冬月、両月の船体は完全に埋め立てられていて確認することはできない。中1945年12月初開港は、館長を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。